最初の選抜戦第10レースは外枠3社が上位を独占、強発の満州圏決着となっていました。水面上2つ目の選抜戦第11レースを迎えています。対戦メンバー1号艇近藤智隆、2号艇西山翔一、3号艇高田光、4号艇黒崎達也、5号艇香川元子、6号艇須崎翔と以上のメンバーです。コース争いに目立った動きありません。11レースの選抜戦、まずインには1号艇近藤智隆、昨日のイン戦一旦は逃げ体勢作ったんですが、2マーク流れ悔しい逆転許しての2着でした。ここは昨日の雪辱戦。2コース2号艇西山、今日前半カードトップスタートからの絞りまくりでシリーズの8勝利。センター3コース3号艇高田、今日のレディースマッチはチルとサンド堀の内を止めながらまくりで2着に入っていました。4コース4号艇黒崎、今日前半カード差しあと一歩届かずの2着、アウトの5コースに5号艇香川、再アウト6コース6号艇須崎。角は4コース4号艇黒崎、枠なりの3対3の進入スタイル、角受けスローの3コースからの勝負。3号艇高田光が人気を集めました。11レース選抜戦、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コース3号艇高田、4コース4号艇黒崎、センター両者コースタート。スタート後伸ばす3号艇高田光、強引にまくりに行く1号艇近藤、突っ張っていったこの展開、ついてくる4号艇黒崎、そして2号艇西山も小差しで残してバックスレッジ。センター争い2号艇西山、4号艇黒崎、このうちから6号艇佐々木、外通って1号艇近藤、スタートは正常。1周の2マーク2号艇西山、小1トップターン、4号艇黒崎、外行く6号艇佐々木、ショートは小回りも少し波に足を取られる。先頭2号艇西山、2番手4号艇黒崎、3番手6号艇佐々木のうちから1号艇近藤、並走状況。後方3号艇高田、5号艇香川の順でレーサー2周目に入ります。2周1マーク、先頭で2号艇西山、小1から回っていく角度をつけて4号艇黒崎、前を追う差しですが、2番手3番手1号艇近藤がここで大きなリード。上位2番4番1番の順、先頭2番手定冠は4停止半差、確定がスリットラを通過してこれから2周の2マークです。2周2マーク、先頭で2号艇西山、小1から回っていきます。4号艇黒崎、この差しは後席に乗りながら、3番手1号艇近藤、上位2番4番1番、先頭2番手2、3番手しっかり間空きました。確定が時計前通過、これから最終周回の1マーク向かっていきます。1周1マークは3号艇高田、1号艇近藤が競る展開、差し抜けるような形となった2号艇西山先頭、2番手その高田作った展開乗ってきた4号艇黒崎、1号艇近藤は道中立て直しの3番手、上位2番4番1番、3連単2-4-1、72.4 倍となっています。重野に続いて西山も最終日ピンピン連勝締め。最後の直線2番手4号艇の黒崎、3番手1号艇近藤、2-4-1、1着で2番の西山翔一がゴールイン、2着4番黒崎、3着1番近藤ゴールイン、後方3番高田、6番佐々木、ラストで5番の香川がゴールイン。